不等号と不等式についてお話しいたします。皆さんすでに統合と並んで不等号という記号についてはご存知のはずですね。で、この不等号という記号によって代償関係が表現できるんだということを学んでいるわけなんですが、代償関係を表現することでどんな嬉しいことがあるんでしょうか。そのことについて最初にちょっとお話ししておきたいと思います。それはですね、 物の大きさ、大小を、この不等号という記号でもって的確に表現できるという、そういうまあ目的もあるのですが、実はそのことによって、その不等式によってしか表現できない世界、それを正確に表現できるということがあるんですね。その典型的な問題がですね、例えば整数 n。その整数 n が3桁の数であると。n が3桁であるという事実を、 どうやって表現したらいいだろうか。統合では表現することができませんね。n の桁数とかっていうのを fn と書くとかっていう関数記号でも定義しておけば fn イコール3こういうふうに書くことができますが、その桁数を表すそういう関数記号とかっていうのはなかったらどうしようもないわけですね。で、それに対して n が3桁の数であるということは100以上、999以下であると。 ということだと。まあ、n が整数である場合で話でありますが、整数 n についてそれが3桁の整の数であるということを表現するには、n が100以上で999以下であると。こういうふうに表現するということができますね。つまり、不等式を使って、不等式を使ってしか精密に表現できないことがある、 それを的確に表現できるということなんですね。しかしそのようなことが自由自在にできるようになるために、まず不等式について基本的な取り扱いをしっかりマスターする必要があります。それをこの講義、及び続く講義の中でマスターしていっていただきたいと思います。まず不等語についての注意ですが、5行目。読み方ですが、5行目に出てくる不等式、左の方から順番に小なり、 大なり、小なり、または等しい。大なり、または等しい。で、等しいというのを、イコールという英語を使って、小なり、またはイコール。大なり、またはイコールというふうに言うこともあります。で小なり、大なりという言葉の使い方なんですが、これはまあ、英語の文化、あ ですね。あるいは、西洋語の文化。それを前提にしてるんで、左辺の方から順番に読んでいきますから、左辺にあるものを主語として読みますので、左辺は右辺のものより小さい。より小さいという表現。例えば、less than という風に言いますね。A is less than B。A は B より書。 えー、そういうののわけでありまして、その less than に相当する記号が5行目の一番左ですね。greater than に相当するのはその次ですね。で、その次は less than or equal そういう記号ですね、えー。その4番目も同様であります。でこれがまず第1の注意、読み方についての注意ですね。もう一つ大事な注意は、イコールのついた統合の意味でありますが、例えば、えー、5行目の この小なり、またはイコールとし、ね、例えば A 小なりイコール B って、そんな式を書いてください。その式は何を意味しているかっていうと、それは A が B より小、または A イコール B ということを表してたと。またはという概念で持ってですね、この記号が説明される。 ということ。これをしっかりと押さえておいてください。これについてはまた後で、えー、もう少し難しい場面でですね、えー、詳しく解説いたします。さて、えー、どういう場面で不等式が、あるいは不等語で表される式が必要になるかという例でありますが、7行目。ある数に対して2を加えてから5倍するっていうのと、2倍してから4を加えると。とどちらがあその数を大きくする効果が大きいだろうか。 言いますと、それは数によって違うっていうことですね。9行目にあるように、最初に与えられたある数が10だとすると、2を加えて12。5倍すると60。で、それに対して、最初に2倍すると20。4を加えて24ですね。ですから、ある数が10だとすれば、2を加えてから5倍する方がずっと大きいわけですね。で、その次に、11行目。 最初に与えられる R 数がマイナス10だとすると、2を加えることによってマイナス8。それを5倍することによってマイナス40。他方、最初に2倍する。マイナス10を2倍してマイナス20。4を加えてマイナス16。後の方が大きくなりますね。このように、2を加えてから5倍する。2倍してから4を加える。こういう2種類の操作を考えたときに、 最初に出発点となる数が10であれば、出てきた結果は、最初の操作の方が大きい。それに対して、最初の数がマイナス10だったらば、後の方の操作の結果の方が大きくなる。というわけですね。2を加えて5倍するっていう操作と、2倍して4を加える操作。2つの操作を比較して、例えば前者が後者よりも大きくなるのは、どんな場合だろうか。こういう問題を考えるわけですね。 で、これを一般的に論ずるためには、丸一ページの13行目以下にあるように、最初に与えられるある数を x と置いてやります。と、初めの操作、2を加えてから5倍するというのは、括弧 x プラス2括弧閉じるかける5。すなわち、5括弧 x プラス2括弧閉じると。こういうふうに表されるわけですね。で、えー、あとの方は、x かける2プラス4。最初に2倍して4を加えると。 ということですから、14行目のように、2x プラス4というふうに表されるわけです。そうすると、2つの数の代償関係というのは、結局、丸二ページの1行目、5カッ x プラス2と 2x プラス4の代償関係、これが問題なんだということになります。言い換えれば3、3行目から5行目、丸 A が成り立つのか、丸 B が成り立つのか、丸 C が成り立つのか、そのどれが成り立つのか、 こういう問題に希釈することができるということです。で、丸 A や丸 C を不等式っていうふうに言うわけですね。それに対して丸 B のこと、これは方程式、あるいは等式っていうふうに言いました。で、このような丸 B のような方程式を満たす X の値を求める。こういう計算は、実は中学校で学んだように、機械的な計算で解くことができるわけですね。 どういうふうにするかというと、まず丸 B の左辺を 5X プラス10、こういうふうに展開しておきまして、えー、X という未知数を含んでいるものは全部左辺に、定数だけのものは右辺に移行するという変形をするわけです。えー、7行目から9行目にあえて書かれている右の欄外の図式がそれに相当しますね。5X マイナス 2X イコール4マイナス10、こういうふうに移行してやる。 そしてそれぞれの辺を計算する。左辺は 3x、右辺はマイナス6。両辺を3で割って x イコールマイナス2。で、こういうふうに求められる。これはすごく楽わけです。このような計算をこう頭の中だけでやろうとすると、元々の数に2を加えて5倍したものと、えー、元々の数を2倍して4を加えたものが等しい。その時に元の数は何でしょうこういうような問題を 頭だ、お腹だけで解こうと思うと、なかなか容易でありません。まあ、小学校の時には、そのような形で一生懸命考えるわけですが、中学校で学んだ方程式という考え方は、そういうふうに頭を使わない、機械的な計算だけでこのような問題を解くことができる、ということ。そのことに、その最大の魅力があったわけでありますね。そして、それは、数学の威力でもあったわけであります。そして、このような、 方程式の威力。それを支えていた数学的な原理。それは、11行目以降に書いてある、等式の性質と呼ばれるものであったわけです。で、すなわち、等式の性質の1番。四角置12、A イコール B ならば、A プラス C イコール B プラス C。両辺に、 c を加えても、もともとの式が等しいならば、両、等式の両辺に同じ数 c を加えても、同じ等式が成り立つ。同じく等式が成り立つ。えー、また、a イコール b であるならば、四角2の性質ですね。a-c マイナスイコール b-c マイナス。等式の両辺から同じ数を引いても、等式が成り立つ。という性質。で、この12行目、13行目の四角1、四角2の性質。 これは C を加える、C を引くっていうふうにまあ表現しておりますけれども、私たちは C として、まあ、正の数だけではなくて、負の数も考えるということになりますと、実は12行目と13行目っていうのは、本質的には同じことを言ってるに過ぎないということも理解していただけると思います。えー、同様に3番、A イコール B であるならば、両辺に C をかけて AC イコール BC って式が出てくる。えー、C が0でないとき、四角4の性質。 ですね。両辺を C で割ったことができるっていうことです。で、16行目、17行目に書いてあるように、右向きの矢印、これはならばという論理的な関係を表す記号であって、一般に P 矢印 Q。で右の、右向きの矢印、Right Arrow っていうふうに言いますが、あ右向きの矢印でのですね、P ならば Q。こういう論理的な関係、これを表現するということですね。 でこの等式の性質があるおかげで移行という等式の解放の基本的な武器が使えるわけです。でどうしてかといえばですね、えー、四角位置 A イコール B ならば A プラス C イコール B プラス C という式が四角位置によって言えますね。そうしたらその A プラス C イコール B プラス C という式が言えたんですからこの式の両辺から C を引いてやるわけです。でそうすると この四角二の性質を使うことになりますが、四角一の結論にある a プラス c イコール b プラス c、その両辺から c を引くと、結局、プラス c とマイナス c 消し合って a イコール b という式が出てきます。ということは、一番の性質と二番の性質、これを二つ組み合わせて使いますと、十二行目の式の a イコール b ならば、a プラス c イコール b プラス c、 これが言えるだけじゃなくて、逆に、右から左への、左向きの矢印も成立する。A プラス C、イコール B プラス C、ならば A イコール B。こういう関係も成り立つっていうことが言えるわけですね。1と2は組になっていて、いわゆる移行という変形を支えているわけです。同様に3と4が一つの組になっていまして、えー、この変形に対しては、 特別な名前、移行に相当するような言葉がないのですが、あえて言えば、因数、因数を移すという変形だと言ってもいいですね。すなわち、8行目あたりにある図式の中で 3x イコールマイナス6、この式、両辺を3で割って、x イコールマイナス2というのを導いているんですが、重要なことは、7行目から8行目、 えー、あるいは7行目の式に出てくる前に、えー、そもそも移行という変形をしたわけでありますが、移行という変形。そして8行目から9行目は、いわば、あ3という左辺の X についていた因数、それを右辺のマイナス6の分母に持ってくる。こういう変形をしているわけですね。その時に、その8行目の 3X イコールマイナス6と X イコールマイナス2、これが実は 上から下への変形ができるだけじゃなくて、下から上への変形もできる。このことが大事なことなわけですねで。方程式の変形というのは、この等式の基本性質に基づいているわけですが、左から右への矢印が言えるだけじゃなく、右から左への矢印も成り立つ。 ということがとても大事であり、1番と2番の性質が移行を保証する。移行という変形が同値変形であるということを保証する。3番と4番の変形、言葉はありませんから、私はかかか勝手にですね、因数、因数を移すなんて言葉を使いましたけど、その変形を支えるということであるわけです。ということは、不等式に関しても、丸 A とか丸 C のような不等式に関しても、この 方程式、A、と同じような不等式の性質、これが証明できたならば、不等式についても等式の場合と同じような変形ができるのではないか、というのがこれからの話であります。で、方程式を解いて、その方程式を満足する X の値を求めることを、方程式の解を求める、あるいは方程式を解く、というふうに言ったわけですが、今度は不等式に対して、 その不等式を満たす未知数の値。これは一般には18行目、19行目、20行目に書いてあるように、一つだけではない。一つだけではないのですが、そのような不等式を満足するすべての X の値。すべての未知数の値。それを求めるということを不等式を解くっていうふうに言うわけです。 で、しかし本当のことを言うと、不等式を解くっていうのと方程式を解くというのは、ちょっと違うところがあります。方程式の場合には未知数を求めるということが、まあ具体的にですね、えー、その例えば一時方程式の場合では一つの値、ピシッとこう求めることができるわけです、ね。で、しかし不等式の場合には、有限個の値を求める。有限個でもって解を尽くすということが一般にはできません。 ですから、不等式の全ての解を求めることを不等式を解くというと、21行目、22行目に書いてありますが、その深い意味については、次の行為でもう勉強するということになります。今回は、不等号と不等式の基礎概念について学習いたしました。